よし、今日は、ね、クッパパーティーは、ちょっと待って、クッパパーティー前回ひどい目にあったな。まあ、今回、前回はさ、このエンジョイバドミントンでエンジョイしたんですけど、毛嫌いしちゃいかんよな。一人で遊ぶ、対戦。まあ、どうなんだろう、対戦。やり方がわかんないからな。一回一人で遊んでみるか。あ、Wii リモコン、ゲームパッド。どっちがいいんだろう。どっちがいいんだ？ゲームパッドか Wii リモコン。Wii リモコンにしてみる？あ、キャラクターはまあね。一人で遊ぶなんで、まあ気楽に行きましょう。出てやんの？なんかつむつむみたいな感じでしょ、要は。1、2、あ、落ち物パズルゲームだ。なんか、落ち物だね、完全に。振ると、あ、振るとなんかそれが、変わるんだ、場所が。なんか、テトリスとかやったら下のやつは消せないけど、あ、なるほどね。やってみる。とりあえずやってみる。はい。なんか難しそうだな。1で回転。2でも回転。あ、2でも回転だね。へえ。あ、下を押すとちょっと早く落ちる。同じ色のものを、ちょっと待って、結構物理演算が、物理演算働くんだけど、ちょっと待って。物理演算が働いちゃうからさ、やりづらいんだけど。結構そういう感じでいくんだね。でも重いのが物理演算働くせいでさ、ほら、これで、あ物理演算、ちょっと物理演算が働く。なんか無駄に。ちょっと物理演算ちょっとやめて。物理演算がすごい働くからやりづらいんだけど。シェイクはすると、中身が入れ替わるでしょ？なるほど。物理演算すると中身がこうやって変わるのか。あれなんか、消えてんね。気づいたら。あ、シェイクするうちにさ、混ざって消えるってこともありえんのか。なるほどね。てかさ、今気づいたんだけどさ、スコア見て。王冠のやつ。これさ、友人の Wii U に入ってたんだよ。ってことはさ、友人もこのゲームやってねえことが分かったんだけど。触れないんだけど、なんか制限みたいなあんのか。やっぱりずっと触れたら強すぎるもんね。あ、やばい。つむつむつむ、あ、つむ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 、あかん。あ、高いかわからん。対戦気になるな。一人で、じゃあ普通と戦ってみようかな。とりあえず普通がどれぐらい強いのか気になるな。普通はガモンでしょ。ちょっと、あ、これってさ、あ、こうやって持っていけるか。じゃあ普通のキノピオとちょっとバトルします。どうなんだ？触れる時の回数制限が、なんか、触れたんだよね。どうやったら触れるんだろう。スコアを稼いでいくと触れる回数が増えていくのかかな。ちょっとそれを確認できなかったな。これ積んだ方が負けでしょ？でもなんかさ、あ、ラウンドは何？ラウンドとかあんの？何？テトリスとかみたいに、相手に攻撃送れるとかあんのかな？それやったらやっぱいっぱい送ってった方がいいよね。どういう場合が一番いいのかもわかんないな。あ、星が増えてる。なんか、星が増えた分触れるってこと？え？でもさっき星あったよね。星あったけど触れなかったよね。星あったけど触れませんでしたよね。あ、これ、どういう扱い？なんか、来た！でかいの。でも、まあ、ラッキー。時間的に結構来るな。時間で結構来んな。オッケー。でも、パズルゲームは比較的得意な方には入るんで、僕。僕、比較的パズルゲームは得意だからね。友人間からしても。ティラの唯一のできるゲームで。友人からね、ティラの唯一できるゲームとして紹介されてますからね。スマブラもね。スマブラとか全然ダメやけど、お前そういうのはうまいよなって言われますからね。悔しいわ。
あ、これね、紫を消しておこう。こういうのが結局一番積んでくるから。で、青をつなげる。フェイクしてみるか。フェイク使います。あ、やべえ。これ思いのけいかない。あー、でも、減ったね。とりあえず、青をなんとかしようか。青なんとかします。青なんとかしたいんですけど、ちょっと待って、いっぱい来た。急にいっぱい来たな。急にいっぱい来たな、本当に。積んでる青をなんとかしたいな。え、あ、これ下に向けないとダメなの。ちょっと待って。振るのを温存してはいけないということはよくわかりました。で、これ、こういう時は下に向けるんだね。なんか星のやつ光ってんな。あれなんだろ、あ、この星のやつを消すと多分触れる回数が増えるとかじゃないか。マリオパーティー時々なんか説明文足んねえぞ。うわー、なんでこんなに来たの。これ、大きいやつとかどうやったら送れんの。なんか、どうやったら送れるんだろう。なんか連鎖とかすると送れんのか、もしかして。連鎖とかしないとダメ、まあ、その説あるな。この消したスコアが大きい。あ、そうだ、連鎖すればするほど敵に送れんだ。オッケー、もうそれを分かったらあとはもうパズルゲームですよ。パズルゲームですけどね、もともとこれ。あとはもうそれが分かれば、あ、来るね、振ろう、振りたいです。ここで振って大逆転しよう。よし、今振らなかったら危なかったぞ。で、物理演算が働くから、ちょっと厳しいな。ちょっと物理演算働くの難しいね。連鎖しないとダメってことは、よし！よし！まあ大丈夫です。もう理解はしてきたんで。理解はしてきたよ、だいぶ。だから落ち物、ただ物理演算が働くってのが僕にとっては厳しいな。確かにこれは友人は誰もやらんわ。これは友人誰も誰にやらんって、確かに。一気に消したスコアがでかければでかいほど、相手に大きいやつを送れると。理解しちゃった。そうなったらもう、僕はもう落ち物を、パズルは。ぷよぷよもなんだかんだでできるようになりましたからね。実はぷよぷよも比較的できる方になってきたんで。だから、まあ、パズルゲームは比較的、あ、これね、対抗した方がいい。対抗します。ちょっと待って。よし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 。で、向こうも来るから。向こうも来るから、あった方がいい、これは。で、早めに、黄色を消さんと、黄色来て！黄色来てくれ！黄色がね！危ねえ！黄色が来ない！黄色が来ない！あ、待って、物連鎖、クッパジュニアミニゲーム。クッパジュニア戦う一人用のミニゲーム。プレイ時間1分っていうのが気になるな。クッパジュニアはね、日々苦しめられてますからね。ハートが2分の1とか半分とか1とか。ちょっと、お仕置きできるの。あ、ははははは。何クッパジュニア、例えば、2つしかない。うん、ちょっとかわいそうだな。2つしかない。わざわざここのゲ、さ、コーナーに寄せるなよ。ジャンプ2でハンマーは1で攻撃。どういう状態なの？勝ちとかスコアかどっちなのね。勝ちなのかスコアかどっちなんだろう。勝ちだったら相手の強さを選べそうな気がするな。2でジャンプ。オッケー。わざわざこれさ、1枠に入れる？あ、早、そういうことね。そういうことね。あ、向こうもちょっと動いてくんな。でもね、終わるよ。お、器用だな。ほい、お、器用だな。器用だな、最後。あ、結構連射効くな、これ。あ、やるじゃん。袋のネズミ。袋工事。いや、敵の強さ選べるわけじゃないよね。これ何？たたえつついてどんどん、
上にいるクッパジュニアをつつ、あの、マスでつつぐ。だから、これを内枠にするなって。下から打ち落とすのね。オッケーオッケー。でも、クッパジュニアの思考って読めねえな。まあ、中間あたり、マス目の中間あたりにいた方がいいね。フェイントかける的な。いきます。これでもさ、二人でやれたらよかったのにね。まあ、まあ、どうしても無理だけど、無理な話なんだけど、絶対。絶対無理だけど、あの、逃げる側とね、やる側で、分かれててもよかったとは思うけどね。これわざわざ、一枠のゲームにするほどのもんじゃないだろう。お、やっぱ三つになってくると早いね。おーい。それ勝てるだろう。来たか。やっぱミニゲームにはトーナメントがあるよな。最大8人っていうのがよくわかんない。え、どういうこと最大8人って。ウィニムコン4しかセットできないよね。おお !8 人この人数で遊ぶためだけ。いや、逆についあるよ。ミニモコン、あるよ、4つ。あるけどさ。8人ってどういう風になるの？え、どうなったら8人になるの？でもそれって。じゃあ、1人でまあやりましょう。1人で僕じゃあやりますね。あ、トーナメントだ。あ、え、敵も8人なの？え、どういう感じなんだろう。あ、CPU 設定あるね。じゃあ、トーナメントやるか。はい、というわけで、こんな感じです。弱い、普通、強い、強い、達人強い、普通。やっぱりいいのが、多分最後に立ちはだかんのはあいつだよ。絶対立ちはだかってくるよね。というわけで、ゲームを散らしてね、トーナメントってどういうことだ？ってことは、合計点数、なんか勝った累積じゃなくて、何？一戦一戦ってことかな。トーナメントバトル。8人ってこと、あ、本当にそんな感じだ。はい。ミニゲームが勝ち抜きだ。あー、B パーティーみたいなさ、そのさ、段階、階段踏んでとかじゃないんだ。やばいなー。これ、一戦目で負けてさよならバイバイはあり得るんだ。てか、ロゼッタだったら終わる。あー、大丈夫だった。はじめはこの4人で、上位2人がす、上位2人。いやー。あ、あなたのキャラはユニコーン。え、俺誰だっけ？ルイージじゃなかったかな。キノピコか。これワンチャンここで負けて終了とかやだ。でも、あんまりあいつら強くなかったよね。でもこれやったことないミニゲーム来てない？え、やったことないミニゲームだ。ウニラの時でフルーツ、ジャンプにウニラ、あ、フルーツを拾いつつウニラを避けろってことだ。で、多分落ちたら得点半分になるとかだよね。やっべえ。こういうタイプだ。やったことないミニゲームになってないか？でも、ちょっと慎重に、慎重に行こう。一戦目で負けるはない。ちょっとお前ら結構前行くな。後ろで取った方がいいんじゃないかな、こういうのは。後ろで、取ってくスタイルにしようかな。おー、危ね、でかいウニラはやばいな。自分はじゃあ、後ろで取るスタイルにしようかな。それで、落ち着いていこう。悪い時結構取ってんな。あいつアホだな。え、ドンキーやばいって。16はやばい。あ、人踏める。地味に人踏める。やばいやばい。おー！あれ？これってどうなんの？あ、よかった。ヒロピコも2位だからいけんのか。あぶねえ。怖かった。え、ドンキー強かったな。やっぱ上の方がいいのか？上にいた方がよかったのか。え、これ何？見学？スキップします。見せてくれ。結果見せてくれ。え、結果見たかったってそんな、ロゼッタここに落ちたら面白かった。うわ、ロゼッタが立ちはだかった。ロゼッタが立ちはだかってる。いる。やばい、達人いる。俺、ロゼッタだったから、誰だったっけな。やばいって、達人いるもん。え、なにこれ。え、なにこれ、どこどこどこ。ここどこ。え、あー、記憶系かー。え、これしかもさ、一人ずつやんの？これ、パッと見今の一人ずつやるやつやん。やばいって。そんな達人の記憶力には勝てねえ。やばい、できるだけ覚えろ。はい。いや、多くね？これさ、達人絶対入れてくるじゃん。やばいって。チュルモン、クキボウ、ウニボウ。難しい。キラー、ハンマーボール、スクリボウ。ヘイホー。写真撮りたいもん。今、携帯使いたいもん。早く出してくれ。俺からか。え、誰選べんのかな。あ、
選べる、よかった。じゃあまずはこれです。よし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 、記憶になって、こんなん達人絶対強いじゃん。達人絶対強いんだよな。何してんだ僕、もうピーチ早速4位か。 OKOKOK、 上位2人になれば、上位2人、あ、柿も入れられた、柿も入れられたな。真に読んでんな達人、俺の真に読んでんじゃん。俺が覚えてたものを取られた。あー、それも覚えてたな、合ってるわ。せつ、次覚えてるのは間違いなくこれ、ハンマーブロス、ハンマーブロス覚えてます。ここです。よし、さあ次がやばいな。プクプク、あー、うーん、そうだね、多分そう。達人は強いよ。一応まだ2つ覚えてるんで。あー、お、あー、マジか、兵法置かれた。ちょっと怪しいのがあるんですよ、キラーが確かここ、ここ。よっしゃー、危ねー、早くドンキ落ちろ、ドンキ早く落ちろ、ドンキ早く落ちろ、やばいなー、カロンは一番上です。くそー、どれも置かれた、もうやばい、どうしようどうしようどうしよう、いやもうワンチャン5分の1、5分の1、チョロボン、ここここここ、チョロボンここです。あーあロゼ、ドンキーコントロゼッタさんが勝ちました。ここでね、敗者復活とか、トーナメントに敗者復活が、こいつはどうなんの、決勝戦です。 CPU 同士決勝戦をスキップするな、決勝戦スキップすんなよ、結末見せてくれよなんだよ今のクソゲーは、急にクソゲーみたいになっちゃったじゃんか。おい、スキップ、おい、おい、俺は、俺、俺、もう、おい、ミー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 は、おい、ミーはどうなってんねや、おい。